近帝列は、大日本帝国陸軍及び大韓民国空軍の軍人、政治家、第19代国務総理。最終階級は、日本軍人としては、大尉、韓国軍人としては、中将。創始改名時の日本名は、香川佐田尾。号は、明けぼの岩尾。形城の裕福ないわゆるヤンマンの家庭に生まれる。本願は、慶州禁止。武人が5代続いた。 慶州禁止の名家で、父、元とおじ、元々は大韓帝国軍人であった。1940年、陸軍航空士官学校を卒業。明けの陸軍飛行学校をつしゅに在学。1941年、飛行第4戦隊に配属され、太平洋戦争初戦のフィリピン攻略戦に参加。1942年8月、飛行第248戦隊に配属。 同年10月から翌43年3月まで、明けの陸軍飛行学校講習に在学。卒業後は、バンドンに赴任し、第117教育飛行戦隊第3中隊長となる。1944年3月、大位に昇進して、ジャワ島で第35教育飛行隊付となる。同年10月、再びバンドンに赴き、スマトラ島にて三式戦。 飛燕で編成された第18連製飛行隊の台風として防空に当たる。終戦直前に、明野陸軍飛行学校講師学生教官に命じられ移動中、プノンペンで終戦を迎えた。西郷警備隊長として治安維持に努めた後、1946年5月に帰国した。1948年4月、南朝鮮国防警備隊に入隊。 韓国空軍の独立に尽力し、採用徳や離婚席などとともに空軍の創設に貢献した。1948年9月、陸軍航空司令部飛行部隊長となり、最初の編隊飛行を実施した。1949年2月、航空士官が高校長。同年10月、韓国空軍が発足すると、初代空軍参謀総長に就任。 1952年12月、在東京国連軍総司令部、韓国軍連絡商校団団長。1954年5月、国防部長官特別補佐官。同年12月、再び空軍参謀総長に就任した。1957年7月、予備役に編入した後は、国防部長官に就任したが、1960年の4月革命の際には、 李正万大統領に辞任を促す側に回り、自らも国防部長官を退任した。1961年の5.16、軍事クーデター以降は、1963年に民主共和党の初代党議長となり、同年5月から中米大使、1966年に反共連盟理事長、1967年には全国区選出の国会議員となった。 国会議員の任期を終えた後は、九百七十一年からサムスンブス3社長、大官商工会議所副会長、チョンウ開発会長などを歴任し実業会において活動した。九百八十年には、最景華大統領のゲアに貢献する役割を果たしたことを評価され、全都艦政権で平和統一諮問会議の主席副議長として公職に復帰し、政権末期には、 第五共和国における最後の国務総理を務めた。2005年に民族問題研究所で新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿において選定された。山崎豊子の小説、不毛地帯に登場する光生物産会長、李石源は近定列がモデルであると言われている。ありがとうございます。